はい、1年ぶりの久しぶりですもう始まってる、はい、始まってます、はい、あ、始まってる、始まった。今日はね、あの前回のキック時代にこちら載ってますけど、キック時代を経てね、総合の話をじゃあ、カイダさんから今日は聞きたいと思いますので、お願いします。はい、お願いします。1年ぶりだもん。そうですね、1年ぶりですね。いや、シュートは長いね。シュート長いですね。キックロス全然なんかあれだ、覚えてないなとか言って。いやいや、あ、そもそもじゃあ総合始めたきっかけはあれね、キックでチャンピオンベルトタイトルマッチして、はいはい、佐藤健一と、はいはい、で、まあ、腕骨折して負けて、はい、でまた復活したけど、また再骨折したんだね。それでタイトルマッチまでやるとさ、やっぱりこう対戦相手 もいないんだよね。あ、で、あ、次のね、そう、次のもう ね、 そうですよね。どうでもいい試合をただ、まあ、ただこなしてる消化試合みたいになっちゃうんですね。消化試合でなんかこっちも気持ちもくすぶってるしさ、あ、それで試合もないし、うん、なんか、うん、あのアマチュアシュートの新潟大会が新潟市内であるとっていう話をね、聞いた、誰、あの山田さんだったっけな、山田さんがあの関谷ジュースクラブ、はいはいはい、よくあの時練習してたから、あの打撃を舐めてるやつらをちょっと、うん、懲らしめてこようと思って申し込みしたんだよね。あの時の総合って打撃できない、はい、まあこういう言い方悪いけどさ、うん、打撃できない人たちが、あ、まあまあまあ、打撃を避けて寝技勝負、ね、それが総合の、確かに最初はそんな感じがあったかもしれないですね、うん、だってよね、最初、はい、だってもうカーン始まったらお互い尻もつついて、そもそもジュース川も下、あ、まあまあそうですね、でこっちはもう打撃ちょっとやった人は立ち勝負みたいな、はいはい、で、いや本物の打撃教えてやろうかと、うん、でエントリーしたら、うん、まあね、あの小林さんですよね。秒殺、秒殺飛びつき腕十字、飛びつき腕十字ですよ、ね。本当5秒で負けて、でその時だよね、こう、あの、もう悔しくてさ、もう家帰ってどうしたら強くなるかなと思って、それ打撃である程度強くなったけど、うん、強いやつは本当は、まあ、新潟県のね、小林さん新潟県の人だからさ、うん、そうです、もしかして強いやつって組み合わせの中にいるんじゃないかなと、それでその何気なく毎回適当にこなしてた試合 の、 あの悔しさとか、はいはい、一番最初に勝ちたい、絶対負けたくないって、あのデビュー戦の時に思った気持ちがまたこう盛り上がってきて、でもう一回強くなりたいなってこう思えるものがあって、それであれだね、シュートの組み合わせに、どういうふうにでも やるって言っても、どういうふうにやるの、全くそうですよね、ちょっとまずね、総合やろうって言ってもね、組み技やろうって言っても、ね、総合格闘技の総合シュートの芯も分かんない、その時シュートって、あ、分かった、まあ佐山聡が作った、そうです、ね、うん、プロレスファンだったからさ、シュートっていうのを知ってたね、だからもう全然分かんない、ただ今でいうほらキックボクサーが、うん、あの総合格闘技に行きます、まあまあ、じゃあ寝技強くしなきゃいけません、うん、腕十字の打ち込みとか三角の打ち込みとか、うん、本当総合格闘技の柔術の練習、グラップリングの練習してたね、もうとりあえずして、それでもう負けるよね、そうは、もうテイクダウンされて、うん、コロッと転がす、まあ、それからもそのいわゆるアマチュアシュートにさ、まあ、参加してた、フリーファイトですね、昔はね、もう全戦全敗だね、もう出る試合全部負けて、結局だ、まあ、やっぱテイクダウンされちゃうんですか、うん、あの、まあ、打撃付き合って、もちろんね、相手もプロキックの選手だから余計打撃も付き合ってくれないし、まあ、タックルですか、相手タックルされて、まあ昔ブレイクもなかったですしね、ない、ずっと、ね、そのままもう終わり倒されて、まあ、塩漬けされてみたいな感じ、それであれか、呪術の会場で、うん、その時も負けたんだよね、ジュースで一回戦負けすんの、それであれもうダメだなと思って、うん、腐ってたところに、まあ、石川さんが、はい、石川誠が、はいはい、あの世界ランカーでシュートの、あれその時世界ランカーでしたっけ、いや、あの時はただの1戦か2戦やっとしてるから、まだデビューしたばかり、デビューしたばっかり、はい、で、あれ後ろから声かけてきて、まあ、新潟出身だからさ、はいはいはい、一回俺も雑誌で見てて、
まあ、俺にしてみたらライバル心持ってるから、うん、あこういう人いるんだなと思ってて、石川さんが後ろから風田さんじゃないですかって声かけてきて、うん、でなんでここにいるんですかって、いや呪術出たけど負けたしてで自分今シュートの転向して、うん、あれやってんだけど負けっぱなしなんですよって言ったら、じゃあピュアブレッド練習来てくれと、うんうん、であれ1ヶ月に1回でいいから来てください、それでうちに泊まってくれれば練習ずっとしてそのまままた新潟帰って練習すればいいと思うんだよって言って、それ次の多分連絡先聞いて次の週とか本当あれだもんね、行ったもんね、うん、だって金曜日の、そうだ金曜日の夜に出たんだ、うん、深夜のバスで、はいはいはい、で土曜日の朝着くでしょ、はい、そうするとそのままピュアブレッド大宮すぐ行って、はい、ざっと練習してて、それで石川さんがその時にあれ俺いろいろ考えたんですけど、カイさんもあれ打撃一切練習しないでくれと、で組み技のレスリングだけやってくれって、まあまあそうですね、組み技やんなくていいと、もう腕十字は逃げ方、うん、三角も逃げ方、あとレスリングだけやって倒れない戦うかどうしましょうって、そこでもうパーってこうなんていうの道がね、道が分かったね。そまだね今でこそね、あの そのキック、まあ、打撃はまあ倒さない立つ、まあ、勝つみたいなね、うん、もうあれができてましたけど、当時はねないですもんね、そういうのが、もう何をまず最初にやっていけばいいかも分かんないしっていう、まあ、寝技をやってってもね、まあ、追いつかないですもんね、やることも多いし、ね、おいおい倒されても立つ、倒されない、そうそうそう、本当それだけ、でもそうですよね、うん、ずっとそればっかり、でも結局今でもそれが強いと思いますけどね、できる人は、そう、それができる人はね、本当に、で今度あれからあのレスリングできる道場を、はいはい、あれ新潟で探してくださいって言ったから、高校がレスリングにもすぐ連絡取って、 そこで本田先生いて、はいはい、で本田先生に言ってレスリング練習させてくれって、週3行ったかな、2か3は行ったね、でここでもとりあえず取り、そして倒れない練習して、そうですね、はい、でそのそれからだもんね、ある時あれ倒れなくなったなってなったんですよ、と、それであの時だよね、山形フリーファイトってあって、その時に初めてタックル来たやつ全部切って、はい、で最後な組み合わせポイントとかあったじゃん、ありました、上取って1ポイント、はい、あれでポイント打撃ポイントで取って、はい、組み合わせポイントでもちょっと取ったんかな、1ポイントとか、はいはいはい、まあ、それで初めて勝って、これが俺のスタイルだなってあの時でも分かった、でもねそれまでずっと負けてたっていうのもあれですよね、やっぱね、こうやっぱいかに打撃からね総合やるのが、まあ、当時道もなかったし、はい、誰もやった人もいなかったから、 いなかったですもんね、いキックから総合やった人ね、あのちょうどミルコだもんね、ミルコちょうど本当ミルコが、うん、あのあれですよね、やったぐらいでしたもんね、ただ一発目勝ったけど、また次でまた負けたりさ、もう負けてるんですまた、で勝ったり負けたり で全日本も出れなく、申し込みした方がいいけど出れなくて、それ確か欠場かなんか出たかなんかで、大阪で大会あったんだよね、全日本で、でそこであれ一人欠場出たからって俺が出れ、確か出れたと思った、だって何も協会推薦で出たんだもん、でいきなり第一シュートだった、倒したのもあれ、もうすぐ相手が第一シード、そうです、ね、そうです、ね、そう相手第一シード、それはそうですよ、ね、俺なんか何も実績ないから、はいはい、相手第一シードで、うん、でうわやべえな、あいつ強えぞと思ったけど、うん、もうあれ打撃かなんかでグーッとくっついて一回テイクダウンしたのね、はいはい、もうそれで、それで打撃ジャッジ10対10、10対10、組み合わせポイント0対1で確か俺、はいはい、1回戦勝ったの、それで石川さんにやあれこんな感じでいって次も行きましょうって、はいはい、その年に優勝したんですか、優勝した、あその年に優勝したんですか、全日本の初出場 で確か、確か、うん、あの時東日本とか東日本オープンとかいっぱいあってさ、はいありましたね、選手権はいっぱいあったんだけど、はいはい、全部全滅だったもんね俺、あで全日本いきなり確か出たよ、あそうなんですね、あいきなり その決勝で優勝したんですか、そう優勝した、なんかビデオか何かありましたっけ、俺なんか見たような思い出があって、唾液全然してないんですよね、してないしてない、本当ね全然してないっていうことなんですよね、本当ガーってクービンって唾液っていうことにして、まあまあブレイク本当なかったですから、もう上取ってもうしっかり抑え込んでっていう
感じでしたね。パンチはこう見せる程度、うん、相手打撃がキックボクサーと分かってるから、ね、そうそう、逆にね余計あれですもんね、うん、そうそう、あの時もだってタクシー降りた時に俺財布落としていって走っていったんですだーってもう時間間に合わない、軽量間に合わないってですか。そして走っていったらなんかおじさんが見つけてくれて、ほら、はい、財布落としどうしたよとか言って絶対取りに行って、で、まあ、走っていって、で、あれもし財布落として分からなかったらもう試合どころじゃなかったな、まあ、そうですね、気持ちもね、そうですよね。それでじゃあ、うん、まあ、プロ昇格って感じ、プロ昇格だね、優勝して、うん、嬉しかったね、あれは相当嬉しかったよ。いや、嬉しいですね、相当嬉しい、全日本だって横山だってね、全日本優勝しただけ、いや、嬉しかったですね、いやびっくりしたね、あれは、いや、びっくりした、髪がかるっていうか、なんかね、いや、まあ、ありますよね、やっぱね、うん、なんかね、そうそう、トーナメントですからね、やっぱね大変ですもん、ね、それであれか、そしたらほらあの時プロ昇格したって言ったらもう取材いっぱい来るもんね、うん、それで、ですぐデビュー決まったのか、その3、4ヶ月後に9月に、まあ、田村選手とデビュー戦決まって、でもあれも新人王トーナメントの第1回戦、うん、新人王トーナメント1回戦で金的して、あ、そうそう、金的して、そうそう、金的して、あれだ、減点1、うん、で10対10だかなんかあれで、でセコンドのね、田中健一さんに、ね、やってんでしたっけ、田中健一選手、あ、キック時代、そうですよね、肘で勝ってんだよね、俺、です、ほら、あの時ほらもう若かったからさ、万歳してサッカーって喜んでたの、田中健一に勝った時ね、はいはい、で後でもう悔しいよって言われて、そんなのも分かんなかったからさ、そういう大人のこととか、それで後であの時セコンドについてて、知ってたんですか、まあ、知ってるか、うん、名前はあれですもん、ね、知ってる、あの時も代理戦争って言ったの、そうなん、その田中健一の弟子の田村が敵を打つ、昔の悔しい思いを打つって、で、まして金的やってさ、俺がやってしまったから田中圭一はもう謝り行ったらもうブッ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 、あの時やっぱ嬉しかったね、逆にやっぱ田中圭一ってやっぱすごいなって、 ある意味天才だなと、普通ね、挨拶して、ああ、いいぞいいぞ、まあまあまあそうですよね、今日はありがとう、まあまあそうですよ、って言うんだけど最後までやっぱり田中圭一だな、そうなるわね、それがデビュー戦だけですね、デビュー戦で、まあ2戦目3戦目あって、で、あのハワイで、そうそうそう、ハワイでも試合あったもんな、あれもなかなか良かったね、ハワイも、俺南部洋平戦見に行ってんですよ、あれでシュートクラス戦に上がったの、あ、そうですね、膝で KO して、あれ俺初めて、まあ、ジムスピロク入って試合見に行ったのがその試合、うん、試合です、わーすごいなっていうのを 見てたの覚えてますね、すごい膝で KO した2戦目だったかな、じゃあそれ、そうそう、それでなんかすごいね、なんかあれでしょ、うん、3戦目、3戦目なんかこんなやってクラス A ですみたいな、うん、髪をこうやってあったあったあった、めちゃくちゃ強いクラス A ですみたいなのをなんか貼ってたりしましたよね、あった、まあなんかジムのところに、そうそう、あれね、あれなんですよ、俺石川誠に教えられたんです、はいはい、ああいうこと全部、教えられたっていうか、俺多分石川誠がいなければ今の俺ないねっていうぐらい、あ、そうなんですか、うん、石川さんで人生変わったね、そうですね、でもクラス A までパンパンパンって結構 KO 勝ちとかしてね、行ったんですよね、うん、そう、分かった、勢いよくね、うん、ハワイでも結構バリバリ打ち合いの試合して、で帰ってきて上松選手とクラス A 第一戦かな、そうそうそう、いや覚えてるな、悔しかったな、俺すげえ悔しかったんすよ、あの試合すげえ悔しかったんすよ、あの、いや、まあ腕十字で、ね、腕十字あれ、あれタップしなかったから、あれパキッてなっちゃったんすよね、ここまで行ったんだよここまでね、いや、ここまでいや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 ここまで腕十字でここまで行くでしょ、ビデオで見てもここら辺じゃなかったですよ、違う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 、それはあれですよ、それは俺がカジノさんに投げられて俺がここになったら、俺はここまで行きましたけど腕十字でここまで行かないですよ、あれ、いやいや、あれね
うん、見てみた。あ、そうでしたっけ。動画見てみて、やばいわ。あ、でもなんか俺見れない、俺見たくないから俺も見れない。こっからこあ、いや本当だ、本当なんですよ。これ持ってますよ、これ腕十字、これ折れないでしょ物理的に。でもまあなんかバキってなったんですよね、うん、本当バキってなって、ソーセージみたいになったらボーンって、そうそうそう、ボーンって。いや、あの悔しかったんだよね、あれすごく。だからもう本当にね、上松選手と梶田浩人っていうすごいね、バーって上がってきて、で次勝った方がみたいな感じでね、なんかあすごい勢いがあってね、すごい楽しみにしてて、でも上松選手もなんかムエタイやってきたみたいな感じでね、ランバーの、あ、そうそう、それで、そうそうそう、みたいな感じで、でキックパンツ入ってきたんですよね、うん、すげえ覚えてますわ。そうそう、キックパンツ入ってきて、なんか唾液でもやるぞみたいな感じで、そんな感じだったんですよ、ね、でもあの時ほんとやっぱシュートのリングってさ、俺たちはアベマ TV も見れないしさ、スカパーでしか見れなかったから、いや、このリングに上がりてえなと思ったじゃん、ワクワクしてさ、あ、はい、で、あそこのリングについに来たと思ったもんね。そうでしょ、それ初めてだった後楽園ホールで、多分初めてだったんですか、初めてだった、ずっとケーズのあれだったから、うん、あの、ああいうとこ下北だったのか、下北ばっかり、確か、あ、そうだったんですね、華やかな、すげえなって。あ、そうでしたっけ、あ、そういう意味はそんな気もしますね。そう、いや、それで俺なんか上松選手を勝って、キックパンツ脱いでキックパンツバシーンって蹴って、なんか、あ、そうなの、よし、俺、あ、そうか、でも倒れたから、あ、そうか、俺すげえ覚えてた、なんか、キックの選手だったから、うんうんうん、キックパンツ入ってきて、で、キックパンツ脱いで勝って、キックパンツ脱いで、キックパンツ足でバーンって蹴って、そこにグラップリングのパンツ履いてて、みたいな感じの感じやってて、それちょっとすげえ悔しかった、悔しい、ね、悔しかったの覚えてました、すごいその試合、はい、そうだ、あと中原太陽もあったんだ、 ありましたね、外敵ですもんね、初めての外敵みたいな感じでしたね、シュートのね、あれさ、だって俺ら新潟にいるやつってさ、分かんないじゃん、その試合が、うん、なんで中原太陽と組まれたのかとか、向こう行ったらさ、みんながにさ、ピュアブレッドでも、あれ、カズさん、あれですか、外敵やるんですよねとか、うん、やっぱシュートの門番ですよねとかみんな言われてさ、うん、あ、そっか、俺でもなんかそんな、うん、なってましたよね、流れがね、なんか結構シュートを守るっていうか、そうそう、あの、そうです、でやっぱり面白い試合してたから、うん、そうそう、あの、やっぱあんまりなかったですからね、あんなこうバツバツやるっていうかね、キックやって、膝蹴りやって、そうそうそう、やるから面白くてね、ね、それで、そう、で、カズダ陣がね、バッコバコ蹴ったんですよね、あれも、まあ、結果負けたんです負けたけど、もうバッチバチ蹴って、もう上がりたくないみたいな、結局上がったんでしたっけ、もうあれから、上がらなかった、上がらなかった、上がらなかった、あれもそうだ、あのリオン武志もね、俺はあれベストワードとか、いや、リオン選手、俺は見に行ってないんですけど、まあ、動画見ましたけど、うん、ね、もうずっと押してた、あれ3ラウンドでしたもんね、2ラウンド、あ、2ラウンドでしたっけ、2ラウンドだった、でリランドでバーッとしてて、最後にパカッとこかされちゃってあれね、バックチョークでした、そう、バックチョークの負け、もったいなかった、ね、あの時だってバックチョークの逃げ方までやってなかったそうなんですね、そう、それで渡辺さんに教えてもらう、ああそうなんですね、ああこうやって逃げるんだと思って、なんか本当に練習ではね、理不尽なこと結構されるんだけど、俺にあ、俺にじゃないけど、みんな結構理不尽なことね、あったんだけど、試合俺見に行ってたから、まあまあ、やっぱこう、理不尽なことされても、まあ、試合であれだけのことを見せられると、まあまあ、説得力があるっていうか、うん、まあ、いや、すごいなって、こう、なんか、本当、岡田さんも、あの、そんなね、本当、運動神経がすごい、本当、いいわけでもないし、で、俺が言うのもなんだけど、あれですもんね、本当、試合だと、こう、心揺さぶるっていうか、うん、熱い試合するから、うん、あの、本当、いや、まあすごいなって思ってましたよ、本当に。なんか全力疾走 42.195 キロみたいな。本当に、なんか、いや、よくやれるなと思って。いや、やっぱ一番苦しい時でも、こう、やっぱやりきるっていう感じ。ああいうとこだから、やっぱすごいなって、いや、思ってましたよ、だからこそ、あんな、ほらね、当時ね、地方ファイターなんてそんなあれでしたけど、いないけど、それでもね、やっぱファンがついて、俺とか言われましたもん、本当に。で、やっぱ、ね、中年30代だったから余計なんか若い子たちと、ね、当てられたから余計それで熱い試合してたからすごい人気ありましたけどね、うん、いや本当歴代のチャンピオンってやってますもんね、目でやらせてもらったもんな、
最初に数や陣とやるみたいな、うん、なんかランカー、そうそう、ランカー、ランキングのそのランカーに当てるために最初に当てられるみたいな感じですよね。そう、ある程度、うん、なんかクラス A、クラス A の最初にこう当て、うん、当ててくるって感じで。でも本当みんなにあれだもんね、助けられたっていうか守られてたもんね、うん、みんなにこう応援してもらって、その時にやっぱちょっとずつちょっとずつこう、そっか、こうって俺らってキックボクシングやってた時って なんであいつ何やってんだキックかよ、格闘技ってって言って格闘技に対して偏見の目あったじゃん、うん、でそういうマイナス的なあれ、いつくそあいつら今に見てろよ、うん、こっちくしょっていう力をさ、うん、なんとかしてさ、あれ練習で頑張ったじゃん。いや、そうだったんですよ。俺はそんなに俺ひねくれてたからさ、今に見てるよあいつら、絶対リングに上がってやるって、それそういう力ってさ、ここまでしかないさ、まあ、今に見てるよってひねくれたから。でもそっからはやっぱりみんなに応援されてる。それやっぱりない、それはキックでは感じなかったことだったんですか。それ多分石川さんとかあの辺と会ってから。なんでキックの時でもそうだったんですかね。いやでキックの時だって、まあ、一応チャンピオンシップまで行けばいろんな人応援してくれてたんじゃないですか。そうじゃなかったんですか。そう、頭おかしかったね、キックの時は俺。もう考え方がもうあれだった、ね、うん、そういうのがあったかもしれないけど気づかなかったって感じなんですね。そうそうそう、キックの選手全員そうじゃっていうわけじゃなくて。もちろんそう、もちろんそうですよ。俺がもうおかしい、頭おかしい、当時は、当時はおかしい、もうそういうひねくれてたね、考え方も。そういうなんていうこうプラス応援してもらえる、応援するとか、うん、なんていうの、人のことを考えるとか、人をなんか全然考えない、ただ生きてたね。やっぱシュートで変わったって、まあ、いろんな人に会って、そうだからシュートって人間形成じゃん。まあすごい言いますもんね、だから本当シュートって総合格闘技で、ね、強いだけじゃなくて人間も、ね、強くならないとシュートのプロになれないと思うんだけど、だから強いやつはいっぱいいると思うけど、うん、プロシューターってのは人間もプロなんだよね、やっぱって思う。それであのみんなそうじゃない、やっぱある程度強いんだけど試合で負けると、うんうん、まあまあありますね、うん、それで腐ってやめるやつもいるし、まあまあそうですね、でもそれはプロシューターの資格はないんだろうなと思って、ある時こう人間的にも大きくなって、うん、技術も大きくなって、それがバランス良くなった時に全日本で優勝とか、うん、多分そういうのなんだろうなって思うようになってきたんだよね。ある時やっぱこう、いや俺がやっぱり間違ってんだ、なんかそういう考え方ちょっとしなきゃダメだなと思って、そうしたらやっぱプロ昇格したもんね。ひねくれてたんですね。じゃあひねくれてた、ひねくれてた、だから呪術で黒帯取れません、俺は弱い弱い、練習いっぱいしますとかっていう人いるじゃん、うん、いやそうじゃないのと、お前多分心にまず何かあるんだぞって、うん、そういうのがやっぱシュートから教えてもらえたかなみたいな、うん、だけ生きててさ落ち込んだりハイになったりダメになったり、うん、また生きようとか思って、それやっぱシュートっていうのがあるからさ、根本的にだから生きれるもんね、普通に。なんかいろいろ迷いはあるけど、シュートがあるからこう、ね、うん、頑張れる。なんか変わりましたね、皆さん。いや前から、前からですか。前から、ね、前からか。いや俺の知ってるっていうのもそう、当初ダメだったよね、俺が入会した時の藤田さんの方がイメージが強いんで、あんなのもうさ自分の機嫌でさ全員帰れーとかってさ帰らした時もあったよ。まあまあ そんな感じでしたね。で全員帰ってみんな戻ってきたけど、確かユースケだけ帰ってこなかったって、ユースケだけそのまま帰ったんだよ。ユースケそんな感じですよね、はい、まあ、みんなすいませんでした、いろいろありましたね、すいませんでした、すいませんでしたって帰ってくるけど、一番ダメなのは自分なんだよね。自分がダメなことを隠したいから人にバーって言ってたんだよなと か、 だかそういう考えで生きるのがやっぱりシュートやってからだもんね。なんで俺はあれ不幸せなんだってと思うじゃん。でもそれってお前が悪いからって、そういう考えで生きるのがやっぱシュート始めてからだったね。やっぱ俺なんかさ、俺ダメだもん、ここダメだね、ブレ揺れるね、
そうなんですか。で横山見てても山田さん見ててもさ、他の人見ててもさ、常にブレないで普通に生きてるそんなこともない。だから俺はもうブレブレだよ、なんて、あーダメだな、やっぱちゃんとやろうとか。そうなんですか。まあ一本のさ、こうあるシュートってドーンって、でもやっぱブレるよね、やっぱこう。そうなんだよ。総括してくださいそうそう、でもシュート、俺はやっぱシュート来てあれだね、やっぱ人間変われたよね、シュート、うん、シュート来てやっぱいろんな考え方、大人の考え方でできるようになったし、まだ多分修行だと思ってるし、ずっと新潟のために何かやりたいとかね。皆さんすごい頑張ってるじゃないですか、うん、なんかまあ、うちらもそれ当たり前みたいになってるけど、うん、こう興行するにしたってずっとねやってくれてるし、やっぱそういうのは吉田さん、やっぱいやすごいと思いますよ。あのそのブレブレしてるって言ってるけど、いや俺からするとなんかこうもうやるべきことがあって、常にそれに向かって頑張って、うん、いや俺はすごいなって思いますけどね。だからこうまあやっぱり俺もこうまあ、ジム作って、まあ、こう立場も変わっていくと、やっぱ梶田さんのその時のまあ気持ちとかも分かるようになって、だからもう今は梶田さんにこうね協力できることは協力していきたいなってすごい思うし、自分ももちろん梶田さんとの出会いで変わったんで、格闘技に恩返ししたいし、新潟の恩返しをしたいので、やっぱこう、まあ、YouTube 撮ったりしてですけど、こういう形にしてやったりねしてますけど。止めてください。もう話いっぱいしちゃうな。でも本当シュートやってよかったね。本当シュート。本当。だってシュートってさ、別に、ああ今日はもう歯磨き一生懸命やろうって、それもシュートじゃん。いや分かんない。俺もそれシュートだと思う。ああそうなんですか。今日はよく噛んで食べるぞとか、うん、とか感じて。で自分でこう一生懸命やるって、それがシュートだと思ってるから、うん、そうやってね、ジム入ってくると思う時も誰もいないけど、うん、一人で大きい声で「お願いします」とか やったりしないですよ。で何か一人でさ一人で笑ってくれるんですよさ、バカだよなと思って「お願いします」とかって入ってきてさ、今でたまにやると思って。マジっすか。そうそう、バカだな俺とか思って。いやでもそういうとこは、うん、でも知ってるんで、梶さんそういうとこ、うん、いやそういうとこもいやすごいなって思う。そう、そういうとこ一生懸命なんかアホみたいに一生懸命やる、まあ、シュートシュートだ、やっぱシュートだよ。シュートですね、うん、はい、シュートをやってれば、まあ、人生に迷ってれば正してくれると思うんだよね、シュートしっかりやってる人っていうのは。だからまああれですよね、こういうシュートを、まあ、道場来てやっぱり一生懸命やってる人が絶対いるんで、うん、そういう人とかとやっぱ一緒にいると、そうそうそう、やっぱ気持ちもねやっぱそういう風になりますよね。なんか自分がもしこう中途半端な気持ちがなんか恥ずかしくなってくるっていうか、うん、なんかすごいこうみんな一生懸命やってる中で、なんか自分だけこうなんか楽しようとかってやっぱ、うん、まあ、思いづらくなりますしね、うん、だって絶対よ40、50年はやっぱ絶対強くなりたいと思うもんね、うん、そう、いや、それ絶対強くなりたいっていう気持ちはみんな持ってるから、絶対ここ来るとそれが恥ずかしくなるもんね。ああ、本当にそうですね。一つでも1ミリでも強くなりたいと思って練習してるし、うん、あ、わかりました。じゃあシュートとは、うん、で言いますか、カイズさんにとってのシュートとは、人生かな。あ、俺の人生変えてくれたものかな。そうですね。あと今いる俺の周りいる仲間たちを作ってくれた、それがシュートかな、うん、っていうことは俺が変わったんだよね。やっぱ俺が変われたからいい仲間が集まってきて、そうですね、いやそれは本当にそうですよ、ね、やっぱりこうでそれがサイジムであったり、うん、バトルであったり、そうですね、いやそう思います。みんな広がっていって、うん、いやだって本当に新潟のね格闘技、総合格闘技はもう勝てた陣なんでね、最初はね、うん、そこから作っていってみんながこう今なってる状況ね、うん、だってこの間の大会もやっぱり、ね、シュートの人たちみんなあれだったもんな、ちゃんとルール守って見てくれたし、うんうん、あれ見てたらやっぱ
シュートがね、すごい広がってるなと思ったし、すごく良かったですね。また来年も、ね、シュートちょっと8月か。あ、それはいいんですか、いいですか、大丈夫ですか、うん、じゃあ8月、8月21日に大岡まで、大岡また越後富士祭り、9やると、やる決定ですか、うん、あともう5月の末にもアマチュアシュートの選手権も新潟でやるし ね、2月の、うん、2月も練習試合、練習試合やって、やる5月にじゃあ北進越、東北進越なのかな、あ、まだ分かんないです、それ、まあ、選手権をやるってことですね、そう、公共2回ぐらいやりたいよね、新潟で、おお、すごいすごいですね、ああ、どんどんやっていきたいなと思って、うん、いやー、ぜひぜひね、やれるならあってやっていきたいですね。俺たちの周りみんな優秀なの、俺はたださ、俺がただ喋るだけで、俺がちょっと言うだけで、それを全部、いやでもみんな優秀ですよね、いや設備もね、毎回毎回、優秀、今回の大釜だってみんな初めてだったけど全然問題なくね、やりましたもんね、びっくりした本当にね、そらすげえな、いやいやいや、ね、そんな感じ、まあ、じゃあ来年ね、またじゃあプロ工具やりますので、はい、ぜひお楽しみにしてください、はい、お願いします。